夢ラジオ第五千九百三十八回。今日は令和六年一月二十二日月曜日です。時刻は午前十時横浜港北。曇りの朝となりましたけれど。温度は結構上がっていて。今も。窓を開けての放送です。夏も冬も。窓開けてますね。 さて夢ラジオ今回は「小野文麿著英米本位の未平和主義を廃す」取り上げましょう。書出は大正7年ですから1918年12月25日「日本および日本人」という雑誌に発行されました。 この日本および日本人というのは三宅節令がやっていた雑誌ですよねここにつまり1918年にこの映が英米本位の平和主義を廃すこれはいい論文でですねちょうどこのあとドイツの敗戦そしてその後始末といいましょうか1919年のベルサイユ条約 ここに日本も大きなグループで行くことになりました近衛もそのベルサイユ条約のその一人だったんですよ。サンヨンチキンちがあのトップでしたね。さてそのベルサイユに向かう前の近衛の言葉。 戦後の世界にこの戦後というのは第一次世界大戦後ってことですよ。の世界に民主主義人道主義の思想がますます旺盛となるべきはもはや否定すべからざることというべく我が国また世界の中に国する以上我が国もまた世界の中に国する以上この思想民主主義人道主義の思想の影響を 免れかく免れざるべからずは当然の断りに属すうん。ですからこれから第一次世界大戦終わった後この民主主義と人道主義が世界でますます流行るよねって言ってるうん。それはその通りですしかし民主主義といい人道主義といいその基づくところは常に人間の平等感にありそれはその通りです これを国内的に見れば民権自由の論となりこれを国際的に見れば各国民平等生存権の主張となる、うん、平等とは個人的もしくは国民的差別を払拭するの意にあらず個人としてはその個性を国民としてはその国民性を十分に発揮せしむるにあたりこれが障害となるべき一切の社会上の 欠陥政治上の特権経済上の独占のごときものを排除してもってその個性もしくは国民性の発揮に対する機会を均等ならしむるの意なりと。ということはあの平等といってもですねあの個人とか国民的な差別を払拭するの意にあらずつまりあの みんんななが平等ってことではないんではいすよだってこれ共産主義じゃないですかそんなことしたら。でそうではなくて個人でも国民でもその各々持っている個性を発揮せしむるそれがその機会が均等ならしむるの意味になりと。うん、で今度に続けて格のごとき平等感は人間道徳の永遠不変なる根本原理にしていわゆる個々に通じて誤らず中外に接して 幅からざるものなり、うん、だからこういう機械の平等というのはあの、まあ、いいことなんだと古今東西に照らし合わせてもあの正しいとただねこの絵はもちろん「御仁」は「御仁」というのはこの場合「私」はってことです。 ここの映画ってことね。もちろん五人は英米政治家の言を全部誠意なきものとなすにあらずつまりあの英米政治家の言葉が全部嘘だというつもりはないとウィルソンのごときロイド・ジョージのごときは真摯熱性なる、ね、真摯誠実なる人道の愛護者なるを認むに躊躇せずといえども世には善良なる人にして自ら意識せずに虚偽をなすことありつまり ウィルソンもロイド・ジョージも彼ら自身は善意のつもりでやっていてもそうと知らずに嘘を言ってんじゃないの動機において純なるも結果を見て不純なりしよう暴露することを往々にしてこれありいわんや五五たる他の軍将政治家評論家新聞記者の言動において親と。個人はつまり私はねこのようですよ。 我が国近地の論壇が英米政治家の華々しき宣言に魅了,され魅了せられて彼らのいわゆる民主主義人道主義の背後に潜める多くの自覚せざるまたは自覚せる利己主義を洞察しえず自ら日本人たる立場を忘れて無条件的無批判的に英米本位の国際連盟を謳歌しかえってこれをもって正義人道にガスと考えるがごとき趣あるを見て 甚だ集大なりと信じるもんなり個人は日本人本位に考えざるべからずと要するに国際連盟よりも日本人中心に考えようよと近衛さん大ア,ジ大アジア主義ですよ近衛文丸さんのお父さんは近衛敦丸さんという方でねやっぱり大アジア,ア,ジア主義のあのなんかに行かれちゃったような人でだから遠山満宮崎当店 あの内田良平ああいった方々と、まあ、一緒にいた方なんですよ。だからこういう近衛のものの言い方にはやっぱり現業者の影響が非常に強く見て取れますねでコネさん続けてね。 でさっきほら「個人は日本人本位に考えざるべからず」と言ってたけど日本人本位とは日本人さえよければ他国はどうでも構わぬという利己主義にあらずかかる利己主義はまことに人道の敵にして戦後の新世界に通用せざる思想なり個人の日本人本位に考えようとは日本人の正当なる生存権を確認しだからこの生存権国家としてのねこれなんかが大アジア主義の物言いなんですよ。 この権利に対し不当不正なる圧迫をなすものがある場合にはあくまでもこれと争うの覚悟なかるべからずというなりつまりまあその日本のね正当な戦存権に対して圧迫なすような国があったらそれと争うのは覚悟がないわけじゃないとあるよと。 これ、とりも直さず、正義、人道と人道主義とは必ずしも一致せず、個人は人道のために時に平和を捨てざるべからずと、つまり、人道の名のもとに、あの、えっと、平和を捨てさらないことはないと。ってことは人道の、人道のために平和を捨てる時もある。うん。 人道と英米が言ってるけどそれは英米本位の人道じゃないかと。でもっと違う人道があって日本人としてのねさっきの正当なる生存権日本人としての個性を発揮しむる発揮しうるそういう状況これが圧迫されたら、まあ、争わないわけではない。 英米論者は平和人道と一口に我が国もこれに習いて平和即人道なりという迷信かれど英米人の平和は事故に都合よき現状維持にしてこれに人道の美名を冠したるもの。このいいこと言ってますよバーナード・ショーのいわゆる事故の野心を神聖化したものにほかならず彼らの宣言演説を見るに皆曰く世界の平和をか乱したるものはドイツの専制主義軍国主義なり彼らは人道の敵なり御人は 正義、人道のためにこれを懲罰せざるべからず、すなわち、今時の戦争は、専制主義、軍国主義に対する民主主義、人道主義の戦いなり、暴力と正義の争いなり、善と悪の争いなり、五人と、今時戦争の、五人といえど、つまり、近衛といえども、 今時戦争、つまり第一次世界大戦の主原因がドイツにありしことすなわちドイツが平和のかく乱者になることはこれを認めるのみならず認めますが戦争中におけるドイツの行動が正義人道を無視したる暴虐残忍の振る舞いを置かれしことに対しては新人の憎悪を禁ずる与わざるものにしてつまりドイツが非常に悪いことをやってたと。 英米の論者がこれらの暴力的行為を罵るは誠に当然なりと執行するものなれど彼らが平和のかく乱者を直に正義・人道の敵なりとなす狡猾なる論法に対してはその根拠において第二不服なきを得ず不服ですよと。 このね、平和を拡大したらドイツが人道の敵なりとは欧州戦前の状態が人道制御より見て最善の状態になるしことを前提として初めて言う,うることになり知らず欧州戦前の状態が最善の状態にしてこの状態を破る者は人類の敵として懲罰すべしとは何人の定めたることなりやつまり欧州が本当にドイツが第一次世界大戦で悪いことする前は 人道正義の場所は単回と。で個人をもってこれを見る欧州戦乱は強国と未勢の強国との争いなり。つまりあの既に強い国になったところとまだ強くなってないけど強いところの争いなり。現状維持を便利とする国と現状破壊を便利とする国の争いなり。 現状維持を便利とする国は平和を叫び、現状破壊を便利とする国は戦争を唱う。平和主義なるゆえに必ずしも正義、人道にかなうにあらず、軍国主義なるがゆえに必ずしも正義、人道に反するにあらず、要するに力の戦いだったんだ。まあ、ニーチェとか読んでたんだろうな、この絵さんも、と思わざるを得ない。 英米の平和主義は現状維持を便利とするもののこれはあのもう強くなっている国だからねこれはもう平和主義を便利とするわけですよ。英米の平和主義は現状維持を便利とするものの何ら正義人道と関係なきものなるにかかわらず我が国論者が 彼ら英米人の宣言の美事に用て平和即人道と心得その国際的地位よりすればむしろドイツと同じく現状の打破を唱うべきはずの日本にありながらつまり日本もまだ英米ほどは強国になってない未成の未完の強国だからむしろドイツに近いはずじゃないのかと日本はだから現状の打破を唱うべきはずの日本にありながら英米本位の平和主義にかぶれ国際連盟を天 のの福音のごとく渇望して信仰するの態度あるは実に卑屈千万にして正義・人道より見て打活しすべきものなり個人は乱りに国際連盟に反対するものにあらずもしこの連盟にして真実の意味における正義・人道の観念に基づきて組織せられるとすれば人類の幸福のためにも国家のためにももろ手を挙げてその成立を祝するに 祝するに賛成するものといえどもこの連盟は大国をして経済的に小国を平等せしめ後進国をして永遠に先進国の後進を敗せしむるの事態を呈する恐れなしとせず。 すなわち、この連盟により最も多く利するは英米両国にしてもう言っちゃってますね他は正義・人道の美,名の美名に誘われて仲間入りをしながらもほとんど何の売るところなきのみならずますます経済的に萎縮するというごとき場合に立ち至らんか日本の立場よりしても正義・人道の見地よりしても誠に忍ぶべからざることなりと。うん 世界はドイツの敗北によりて荘園・弾雨の間より救われたりといえど国民平等の生存権を脅かす者何ぞ一に武力のみならんや、うん。だから日本の言論が英米の人道主義・平和主義にもう操作されてるんじゃないのと言ってる。 小さん続けて「五人は私はですよ五人は黄金をもってする侵略武力富の力をもってする征服あるを知らざるべからずすなわち巨大なる資本と豊富なる天然資源を独占し他国民の自由なる発展を抑圧しもって自らセ正とする経済的帝国主義は武力帝国主義否認と同一の精神よりして当然否認せられるべきものなりうん経済的な圧迫もダメだと。 武力の圧迫とと等しい五人は戦後第二その経済的帝国主義の主義の兆しを表し来るの恐れある英米帝国主義を立役者する来たるべき講和主義において要するにあのベルサイユ条約においてあのベルサイユ講和会議においてこの経済的帝国主義の排斥がいかなる程度まで徹底しうるや多大の 疑義泣きを得ずしかももし講和会議にしてこの経済的帝国主義のバッ府を抑圧しえずとせんかこの戦争において最も多くを利したる英米は一躍して経済的世界統一者となり国際連盟軍事制限というごとき事故に好都合なる現状維持の見旗を立てて世界に君臨すべく 諸国いかにこれをしのがんとするも武器を取り上げられてはその反感憤怒の情を晴らす道なくしてあたかもかの従順なる羊のごとく英米の後に従うのほかなきに至らん英国のごとき早くも自給自足の政策を交渉し高くない、各植民地の文句を他国に対して閉鎖せんとするの論盛んなり。 英米両国の言うところと行うところの矛盾同着せるおおむね過去の如しつまりあの自分とかはブロック経済やりながらけれどあのみんな平等だよねとか言ってると日本人の立場よりして主張すべきは黄色人白色人の差別的待遇の撤廃なりかの合衆国をはじめ英国植民地たる ゴーシューカナダ等が白人に対して門戸を解放しながら日本人はじめ一般黄色人を劣等視してこれを排斥しつつあるは今さら事新しく強調聴するまでもなく話すまでもなく我が国民のつとに憤慨しつつあるところなり黄色人と見れば全ての職業に就くを妨害し家屋・高地の貸し付けをなさたらのみならず甚だしきはホテルに一夜の宿を求めるにも 白人の保護人を保証人を要するところありというに至りては人道上ゆゆしき問題にして宝飾人ならずともあたかも正義の死の目視すべからざるところなり、うん、思うにこれ結論ですよ思うにきたるべき講和会議は人類が正義人道に基づく世界改造の事業にたおるや否やの一大試練なり我が国またよろしくお願いします。 英米本位の平和主義に耳を貸すことなく真実の意味における正義人道の本質を理解してその主張の貫徹に力むるところはあらんか正義の勇士として人類史上永遠にその光栄を歌われんこの まあ、大アジア主義そして人種差別撤廃だから保守の論客がよく言うあの「人種差別撤廃を最初に唱えたのは日本です」っていうのはねこれは正しいと思いますよ。近衛さんよく言ったと思いますが、まあ、これをねあのこのラインで近衛は1919 19年すでにかなり政治的にも力あったのでまたトップの西恩寺金持ちからは一目二目も置かれていましたから。 こそしてあの英米人の優雅ままになってはダメだ経済的にそのバッコですねバッコ長領を許してはならないっていうこのラインで望んだんだけどというか望むはずだったんだけどこれサイレントパーティーって言われたんですよ日本人あのベルサイユ講和会議で。 みんんなシーンと黙ってたんですよ今と一緒で喋れない。それはねフランス語や英語ができないっていうそれ以前の問題でね喋れない日本人。この日本語でね講和会議出る前こんなすごいこと言っててもコネもなんかチーンと黙ってんですよみんな。だからおずおずっとですねこのベルサイユ講和会議でその 人種差別の撤廃とか言ってるけど、これ日本人が黄色人種で、自分がね。そして自分に対する差別やめろって言ってる以上ですね、あの、あんまり説得力がなかったんですよ。普遍性がない。どうせ日本は自分の利益のために売ってんじゃないのって言われて終わりだったわけですね。で、あの、黒人とか、もうこういう人たちは、あの、視野に入っていませんでしたから、当時は。 ですから、白色人種と黄色人種でその黄色人種に対する差別の撤廃やしてくれと。だから、それを黄色。人種の立場から言ったので、あなんだと自分のところに有利になるように言ったらというこういう感じに取られちゃったわけです。だから、あの黒人も含めたあの人種差別の撤廃っていうのをあの広く見ていたわけではないと思いますよ。これ星の人ね。あの最初に。 人差別撤廃を言ったのは日本だというふうに言ってらっしゃいますけどただしですねこここの文章にはやっぱりまあ若き近衛との思想がギュッと詰まってるっていうかしかも短い文章でねだからの衛さんって後の第1次2次3次の近衛内閣で優柔不断で。 決断できずにずるずる引き伸ばしてあっちこっちの人の話を聞いて結論出せずそして日本を破滅に追いやったっていうそういうイメージが強いですよねでそれは正しいんですよ正しいんだけどやっぱこの絵なりにこの当時の最先端のつまり人種差別やめろっていう風にこれ先進的といえば先進的じゃないですかさっきはなんかあの黄色人種の側から言ったわけだからあんまり 説得力持てなかったみたいなことを言ったけど言ってること正しいは正しいし後の,あのね公民権運動を先取りしていたとも言えるまたその英米のその唱えるそのグローバリズムがですね今の言葉で言うグローバリズムが結局あの国際金融資本に都合のいいものであるっていうのもカ破しているわけですよこの A さんは。だから ここまで分かっている人ならばねこの絵はここまで分かってるんだったらあと少しの決断力とあと少しの実行力があったら日本が対米戦争という愚かな選択をしなくて済んだのにな1918年の英米本位の平和主義を排すこれをねリスナーの皆さんと、まあ、まあ読んだ読むにつれて 読むにつれて、うん、この衛さんいいとこまで行ってたのになそう思わずにはいられません。